なんだろう、出場してる側からしても、まあ、待機中とかってさ、配信見るじゃん。ミラー配信みたいなやつとか、他のチームの試合とか見るんだけどさ、いやー、やっぱね、楽しいね。私、格ゲーは本当にそんなに詳しくなかったんだけどさ、わかんなくても、体力ゲージがあって、1対1で戦ってて、なんか、ヒットポイントが減っていくのとか、結構わかりやすいじゃん。だからそういう意味でその初見でも割と分かりやすいみたいなのがあって、もちろん何が行われてるのかたまに分かんない時もあるけど、そう割と分かりやすい部類の方だから、結構ね意外と格ゲーの大会初めて見ましたみたいな人がちょこちょこいたらしくて、いやそういう意味ではすごい良かったのかなみたいなこうなぜか広報腕組み運営目線で私語ってるけど、今出場者なんだよな、ね、ドグラさんに限らずなんだけど、プロの人がなんか言ってたよ。やっぱり格ゲーその限界集落みたいな感じになってるから、新規を呼び入れるためにみんな今めっちゃ優しいみたいな奥大井湖上駅に行ってきたんですよ。あ、ドグラさんごめんなさい、ドグラさん今気づきました、すいません、すいません、奥大井湖上駅を見せている間にということで、シュシュランは引き続き、ご覧さんありがとうございました、本当に旅をしたいかなと思います。無言でびっくりした、ゲームの上手い小話おじさんだ、すげえなこの駅、やっぱり文字打ってるの知らなかったみたいなるほどあ、なるほどね。あの、ドグラさんもそうなんだけど、基本ね、めちゃくちゃ褒めてくれるの。プッてこう、プッてね、パンチするとね、はい、もうプロみたいな。はい、うまい、はい、プロ、はい、プロ確定みたいな。めちゃくちゃ褒めてくれんの。いや、もう本当にね、もうね、本当にね、盛り上げてくれるのよ。あったか、あったけーって なる。なんか、初心者に合った教え方をしてくれるみたいな感じだから、なんかいろいろ詰め込まないみたいなドグラさん、これ文字入れ失敗してない？大丈夫かな？ドグラさんミスってない？ドグラさんこれ、ドグラさん文字入れようとして、これもしかしてちょっとミスってませんか？大丈夫ですかね？なんかそんな気がしてるんですよね今。もしかしてなんか打とうとしてミスってる大丈夫？ドグラさん無言で2回赤スパしただけになってる。小話キャンセルされてる。コメ欄わからん、どこや、どこにおるんや。ドグラさんのコメント、あ、これか。CR カップお疲れ様でした。格闘ゲームやっていただいてありがとうございました。いやいやいや、ありがとう、こちらこそ本当にありがとうございました。あ、でここでちょっとさっきの話の続きになるんですけれども、じゃあその大会終わったから、じゃあもうストロークやんねえのかみたいな話がそのあったと思うんですよ、コメントで。あれですよ、一応ちょっと続けようかなと思ってて、まあ、もちろん裏とか配信でもできたらやるし、まあ裏でもやるかな。ここまで親身にチームメンバーとか、あとリスナーもね、そうなんだけど、レーション配信の時のリスナーとかもそうなんだけど、いろいろ教えてもらったわけじゃん。で、大会終わったからじゃあやめますは、やっぱちょっともったいないなって思っちゃって、一応自分で目標を決めて考えてたのが、ゴールドまでは行こうかなと思って、ランクでね。そう、あのストロークね。ランクで一応はちょっとゴールドまでは目指そうかなと思ってて、そう。ちょっとのんびりだけどやろうかなとは思ってる。いや、ほんともったいないよ、多分。ここまで、昨日あんなにさ、
すごいもう最後の最後さ、梅原さんとフードさんのさすごい戦いを見せられてさ、感動してさ、いやもう泣きそうだったよ、感動して、うわーって、試合やって、多分見てた人みんな思ってたよ、試合やーみたいな。でなんかその感動したままじゃあやめますってはならんかったね、さすがにさすがにならんかったわうん、ならんかったちょっとやめるのもったいねえなって思っちゃった。うん。